はい、こんにちは皆さん、アルブルモ公共室の辻と辻野です。辻と辻野です。はい、OK、いやちょっと滑舌悪かったかなと。すいません。僕らは基本無垢材を提供することが多いんですけど、中にはちょっといろんな材料を試したいという方もいらっしゃいます。それこそちょっと DIY 的にリーズナブルな木を使いたいだとか、初めからこう幅の広い木はないかということで聞かれることが多くて、そういう場合に勧めているのが修正材とか、合板というホームセンターなどにも売られている規格材ですねを、提供することが多いです。じゃあ、僕らはその適当にまあ選んでいるわけではなくて、こういう場合には修正材、こういう場合は合板というふうに分けて、まあ、生徒さんに、お出ししています。でメリット、デメリットがそれぞれあります。そういうものをちょっと、知っていただきたいと思って、修正材、今日のテーマ、修正材と修正材と合板。寝てた。修正材と合板の違い、ちょっと説明していこうと思います。はい、はい。で、ちょっと前にその無垢材の説明をしました。無垢材っていうのは反りが、どうしても出てきますよという、自然のままの素材です。ただその分綺麗だったり、使っていくごとに、味が出てきたり、どこまで削ってもそれは無垢材のままですよという、それがすごい一番のメリットですね。ではなく、こういう修正材合板また違った、良さもあります。まずは、じゃあ、修正材。修正材というのはどういうものかというと、こういう無垢の木が、こう縦に、なんと言うんでしょう、ブロック状というか、レンガ状に、こういうふうに繋がっているのがなんとなくわかると思います。これ、無垢の木のそのまんまを剥ぎ合わせているものです。だから、例えばテーブルの天板、1枚板じゃなければ、変な話、4枚剥ぎのテーブルとかは、言ったら修正材は修正材です。じゃあ何が違うかというと、まあその本数ですね。が、まあ一番大きな違いというふうに考えてもらえればいいかと思います。だから、一番無垢に近い、その規格材ですね。だから生徒さんにもよくお出しすることがあります。どういう時に主に僕らが生徒さんにお出しするかというと、ですね、一つは、初めから大きな幅のものが欲しいと。大きな幅のものっていうのはさっきも言ったように、その無垢材を 何個もつなげていかないといけません。で、その手間を省くために、初めからこういうものがありますよと。だから建築とかで、よくその階段の、板とか壁とかにもよく使われたりするのがこの修正材ですね。でも、修正材は、その無垢材より、格段に安くなるかというと、意外とそうでもないんですね。無垢の、例えばこれタモという材料ですけど、無垢のタモに比べてタモの修正材はどれぐらい安くなるかって言ったら、そんなに実は変わらないんです。はい。若干はやっぱり安くはなりますけど、で、狂いがないかといえば、意外とそうでもありません。湿気の影響を受けて、なんと言うんでしょう。狂うこともよくあります。なので、まあ、無垢に近いものだということで、幅剥ぎの必要がないというのが一応メリットということで、家具ではよく扱われます。ただ、まあ、どこまで言っても無垢材ですんで、それは一つのメリットでいいところですね。木の質感の手触りのまんまですね。はい。はい。というのが、まあ、修正材です。はい。じゃあ次。この、合板ですね。はい。これはちなみに、ラワン合板というもので、表面が、まあ、普通の木の感じではあるんですけど、この小口を見るとウエハース状になっているのがわかりますかね。小口の部分、ちょっと今、カメラ見づらいと思いますけど、ここがウエハース状になっているものが合板と呼ばれるものです。このウエハース状になっているのはなぜかというと、木の繊維っていうのはこう薄くなった場合っていうのは簡単に、まあ、割れてしまうんですね。それを、こう、交互に貼り合わせているっていうのが、この合板になります。はい。だから、こういう合板っていうのは、そういう風なものをクロスバンドっていうんですけど、こういう形で、
積み重ねていくことによって強度を出してます。だから、この修正剤とこの合板、どちらがこう、この縦に割ろうとしたときに、どちらが強いかと言ったら、合板の方が強いです。はい。なぜかというと、さっき言ったように、クロスされてるからですね。はい。よく使うのが、まあ、この、修正材と合板の違いです。建築でよく、まあ、使われたりするんですけど、家具でも一般的に使われたりすることもあります。ただ、まあ、ちょっと建築の使い方と家具の使い方っていうのは、若干考え方が少し、変わってきますよという形ですね。はい。で、もう一つ、ちょっと特殊というか、たまによく使うのが、この、OSB。これよくその DIY とかでよく見たことがあると思います。ちょっとかっこいい、ちょっと武骨な感じ。その、なんと言うんでしょう。ガレージとかによくその壁を作りたいとかいう方が、こういうものを、よく用います。で、これと似たもので、パーティクルボードというものがあるんですけど、それはまた、ちょっと種類が違うんですけど、基本的な、作り方としては、木材を、粉々にします。さっきの合板や修正材みたいに木のままでできるだけ使うんではなくて、一回粉々にしたものを接着剤でギュッと、止めたものがこういう形になります。だからこれもすごい強いものですね。なんと言うんでしょう。その木の繊維が一定だったものを一回ばらしてギュッと、固めたというのは、強いものになります。はい。で、これはこれで、一つ、味があって、いいかなと。思って、まあ僕らもよく、DIY とかが好きな方にはお出しする材料ですね。じゃあ、例えば、さっきの合板と、こっち。どっちでもいいよ、生徒さんにどっちかで、なんか別に、見た目もいいから、なんかこう箱を作るときにどっちがいいって言われたら、ちょっとこの薄さの問題はありますけど、僕はこっちをおすすめします。なぜかというと、合板っていうのは、例えば、こっちから、こういうふうに箱状に、こんなふうに止めてやりたいとした場合に、ここからよく皆さんビスを打つと思います。ネジですね。ネジを打った時に、合板っていうのは、ここの繊維が、さっきクロスされて、5枚になってる。まあ5枚じゃない場合もあるんですけど、こういうふうに、奇数枚剥がれているという形になります。で、その、くっついているものの中にビスが入ると、皆さんよく経験あると思うんですけど、ここがよく膨らんで割れてしまうとか、いうことがよくあります。だから、薄い板が何個も貼り合わされているというよりも、この繊維が、もう、入り乱れてギュッとなっているものにビスを打つ方が割れづらい、強い、というような考え方になります。だからそういう時には、こういう OSB ボード。まあ一般的にはその壁材に使うものですけど、を進めたりしますね。はい。で、まあ、これが OSB ボードですね。繊維をギュッとしたものです。で、最後にもう一つ。家具で、まあ僕らでよく使うのが、このランバーです。シナランバー、ランバーコア材って言ったりします。を、よく家具では使います。一つの特徴に、じゃあちょっと両方持ってみて、どっちが重い？こっちが重い。合板の方が重い、はい。そうだね。合板の方が重いです。一般的に合板っていうのは、まあ、丈夫で重い材料です。で、こっちはもう結構軽いんです。軽いし、見た目もフラットで綺麗なんですね。修正材みたいに縦のスリットが多いわけではなく、なんと言うんでしょう。この一個一個の幅が大きいと。で、いうことで、こういう、まあ、シナランバーっていうのもよく使われます。じゃあ、どういうふうに使うのって言ったら、例えば見えてこない部分ですね。例えば、テレビボードの仕切りの板だったり、棚板だったりっていうのによく使います。じゃあ、この構造をちょっと説明していくと、なんで軽いかというと、この芯材といって、
まあ、ここペタリペタリと木が、薄い木が張ってあると思ってください。で、この芯材の部分が、要は、ファルカタ材と言って、一種の霧のような、材料でですね、めちゃくちゃ軽いんです。で、その、霧に、綺麗な材料を貼り付けましたっていうのが、このランバーコアです。だから、なんと言うんでしょう。まあ、普通の木を使っているので、強度も、それなりにあります。横の、こっちの向きには、合板よりは弱いはずです。なんですけど、縦に関しては、木と同じなので、丈夫です。だから、その仕切りの棚とかによく使われるというような形になります。はい。例えば、まあ、全部無垢材で作るとすごい金額になってしまうと。いうときには、じゃあどうせ扉で隠れるから、その仕切りの棚や棚板は、シナランバーにしてコストダウンをしようというようなこともよくします。で、ただ一個、さっき言った通り欠点が、ここが、カットしたらもうそのままこういう形で、小口が汚いんですね。だからこういうところによくシールを貼ったり、もしくは、無垢の材料を貼り付けたりして、見栄えを良くしながら使ってやるって。いう、ような、条件だったらすごい使いやすい材料です。これも一般に生徒さんもよく使うものですね。はい。で、まあ各、いろいろまあ紹介してきましたけど、各、合板それぞれ、まあ違いがあるんですけれども、まあその使う時のケースバイケースで、選び方が変わってきますよというような内容になります。まあ今まあもうちょっと合板についてはもっと奥が深いんですけれども、大体こんな種類のもので、僕らは選んで、生徒さんにお出ししてますよという説明でした。はい。じゃあ今日はそんなところでありがとうございました。